こちらこちら。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。そのメンバーでジンジャーエールの魅力があるラウルインじゃん。ジェンダーレスだからね。最近ラウルの露出が激減したよね。うん、あからさますぎてうちはドン引きしているんだよ。そうだね。完全にマネージメントされていないよね。業界でいうところの飼い殺し状態なのよ。うん、滝沢の退所に伴いラウールも脱退するかと言われていたけどさ、うん、ラウールはジャニーズに残ると決断したんだよ。そうなの？ラウールは保守的だから何の保証もない滝沢とは合流しないんだよ。保守的なんだね。キンプリの平野がお前は残れってアドバイスしたみたい。平野さん優しいね。でもな、脱退も移籍もしないけど学業専念で4年間休業したいって申し出ているんだよ。え、4年間？アイドルの4年間って犬だと8年に相当するからな。ほう。もうラウールは脱退じゃなくて退所からの引退だろうな。